はい、どうも、Bレジェンド鍵谷です。ですね、今回ね、このちょっと紹介しようと思うのが Bレジェンドジュニアプロテインなんですけれども、よくね、お問い合わせいただきます。なんか Bレジェンド、普通の Bレジェンドあるんですけれども、これは大人用で子供こっち飲まなきゃダメなんですかっていうようなお問い合わせいただきます。逆に子供さんがこっちの大人用飲んじゃダメですかとかね、聞かれるんですけど、別にこれ大人用ってわけじゃないです。でこれもね、ジュニアプロテインって名前なんだけれども、子供しか飲んじゃいけないってこともないし、子供はこれを飲まなきゃいけないってこともないです。もちろんどっちも同じタンパク質でプロテインなので、子供さんがこっちを飲んでもらっても大丈夫ですし、大人がこっちを飲んでも全然問題ございません。でね、何が違うかというと、もちろんこっちは子供の成長に必要になってくる、ビタミン関係、ミネラル関係とか、あと炭水化物も入ってるんですけれども、でこっちは特にね、タンパク質に特化してますから、こっちもね、子供さん飲みやすい、もちろんビレジェンシリーズも非常に飲みやすいので子供さんでも飲んでいただけると思うんですが、やっぱちょっとね、炭水化物が入ってる分、口の中まろやかでね、子供さん飲んでもらいやすいんじゃないかなと思います。だからこれじゃあ子供飲んじゃダメなのかっていうと、そんなことはないです。でただこっちにしてもこっちにしても、あくまでも食事をベースにしてもらって、プロテインを追加してもらうと。でだいたい何倍ぐらい入れたらタンパク質何グラム取れるっていうのが分かるから、なかなかこうね、お父さんもお母さんも子供が1日どれぐらいの食事をとっていて、それからタンパク質どれぐらい取れてるかっていうのは、なかなか分かってる方少ないと思うんですけれども、おおむねもう足りてないと思ってもらっていいと思います。で体重が一つの目安になると思います。結構ね、トレーニングされてる方、お父さんとかだったらね、分かってもらえると思うんですけど、自分の体をキープするのに体重かける 1g、 例えば70キロの人だったら1日 70g のタンパク質がいるとかね。で運動されてる方だったら体重かける 2g、 だからさっきの70キロの人だったら 140g ぐらいいると、そういう考え方ができるわけなんですが、子供さんもだいたいそれで一緒でね、特に子供さんだったらゴールデンエイジって言って、小学校から中学校、高校ぐらいまでにかけて成長期を迎えて、どんどん体がね、生成されていきますから、その時なんかだったら特にタンパク質がいるわけですよ。だからそういう時はもう体重1キロに対して2グラムから3グラムっていう言われ方しますけれども、運動してる子供さん、これも野球でもサッカーでも何でもいいんですけど、運動してる子供さんなんかだったら本当に栄養足りてないと思うので、ぜひね、体重かける2グラムとかね、だから例えば体重が40キロの子供さんだったら40かける2だから80グラムでしょ。じゃあ例えばジュニアプロテインだったら1回あたりで 11.4 グラム取れるから、これ1回がだいたいスプーン2杯ぐらいかな、で、それぐらい取れるので、40キロで 80g のタンパク質が必要だったら、例えばお肉ね、ステーキ 100g ぐらい取って、20g ぐらいかな。でいろいろそのご飯の中にももちろんタンパク質あるし、牛乳の中にもタンパク質あるし、お魚なんかもそうですしね、卵なんかとか納豆とかね、いろんなものに入ってるんですけれども、だいたい40キロぐらいの子供さんだったら、40g 前後、30g とか、バランスよく取れてたら 40g ぐらい取れてるかなと思うんですけれども、そう考えるとやっぱり 30g、40g 足りないわけですよ、タンパク質が。だから1日、ジュニアじゃなくても普通の分でもいいんですけれども、そこからね、逆算して、計算して何グラムタンパク質を追加で取るかっていうのを考えて、運動後に飲んだり、寝る前に飲んだり、間食にも取っていただけるといいんじゃないかなと思います。なのでこの大人用のプロテインとか子供用のプロテインっていうのは、一応これジュニアって歌ってますけど、明確にはございません。でこれを子供が飲んでも全然問題ないですし、これは大人用というわけでもないです。もう人間向けね。でもっと言うとね、おじいちゃんおばあちゃんでもいいわけですよ。よくこうね、もうムキムキの B レジェンドお兄さんがいるから、なんかこれはボディービルダー用ですかとかいうお問い合わせいただくこともあるんですけど、これはもうね、おじいちゃんおばあちゃん、子供から大人までもみんな飲んでいただけます。で特にタンパク質、要はシェイクしてね飲めば、液体のタンパク質になるわけじゃないですか。すると病後の方、例えば手術して体にダメージがあるとかね、あるいは風邪ひいて栄養摂取が難しいとかね、要はそうじゃないですか。病気した時にお粥とかにしますよね。あれって何かというと、固形物よりもこういう溶けて吸収しやすいような柔らかいものにするっていうのが狙いなので、だからプロテインも一緒ですね、液体ですから。だからそういった意味では
病中病後の方の栄養補給にも非常に優れてます。でちなみにねこれうちの話なんですけど、うちの親父がちょっとまあ手術して入院したんですけど、やっぱりねあれですよ、プロテインは非常に栄養吸収 にもいいので喜んでました。で親父はやっぱりね結構筋トレしてるんですよ。もう僕よりやってるんじゃないかなっていうぐらいやってるんですけど、やっぱりね筋トレ、その貯金、貯金ってお金じゃなくてね、お金じゃなくて筋肉を貯める方の貯金ね、貯金があったからやっぱり回復も早かったです。だからぜひですね、まあ、皆さんはもちろん筋トレされてると思うんですけれども、皆さんのお父さんお母さんもですね筋トレを進めていただいて、トレーニングしてもらってですね、まあおじいちゃんおばあちゃんで息子に孫ってね、みんなでビーレジェンド飲んでくださいということでね、まあ皆さんでビーレジェンド一家になっていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、今回ねよくご質問いただきます子供用のプロテイン、大人用のプロテイン、その質問に答えてみました。ぜひ皆さんいろいろ試して飲んでみてくださいということで、また皆さんお会いしましょう。さよなら。